どうも、せぞうです、今回はゲームキューブのメモリーカードとその他の購入品があるのでそれを見ていきたいと思います、まずは、バイオハザード4の GC1 です。こちらはゲームキューブを買い直してから特にやってみたい、欲しいと思っていたゲームソフトが約10本あるんですけども、そのうちの1本です。それがまあちょっと外箱の状態は悪いんですけども、外箱付きで、まあ約900円とそれなりにリーズナブルだったかなと思ったので購入してみました。 PS2 とか、様々なハードで出ているんですけども、実はこのゲームキューブ版が初代となっております。ちょっと状態の方を確認していきたいと思います。袋を開けました。まず状態ですけども、外箱はまあやはりちょっとダメージが、ゲームキューブの外箱はどうしても、ちょっと傷みやすいといったところですけども、こんな感じとなっております。はい、クラブ任天堂の、コードですね。もう有効期限切れてるんで映しますけども、懐かしいですね。はい、かなり綺麗だと思います。かなり綺麗ですね。説明書はかなり綺麗です。はい、そうですね、ディスクも、傷はなく、傷もほとんどなく綺麗ですね。ディスク2と、こちらもそうですね、傷もほとんどないんで、普通に遊べるんじゃないかと思います。はい、いや普通に、そこそこ状態もいいんで、外箱はあれですけども、説明書とか状態いいんで、かなりいい買い物したかなと思っております。次は、コロコロカービィですね。これも、結構ゲームボーイカラーの中で名作だと聞いていました、それが200円だったってことで、買ってみました。袋から開けました。特にね、汚れとかもなく、端子もそこまで汚れていないですね。ここのシールも結構綺麗です。これも後ほど遊んでいきたいと思います。で、今回の本題はこちらとなっております。ゲームキューブ用のメモリーカードです。こちらは Amazon でゲームキューブメモリーカードで検索すると、一番最初に出てくる商品です。こちらの容量なんと驚異の8192ブロックですね。といっても、ここに書いてるように一気に8092ブロックを使うわけではなくて、通常のメモリーカードを、使い分けるように記憶領域を4分割されていまして、それを、ここのボタンですね、このボタンで切り替えていくというものになっております。ですので1分割は2043ブロックということになっています。それでもかなりの大容量となっていますね。開封しました。外観はクリアブルーとなっています。こちらの商品容量が3種類ありまして、それぞれ色が違うようです。自分が買ったものは中間の512メガ8172ブロックのもので、これの1個上クリアオレンジで16344ブロック、これの1個下がクリアピンクで4086ブロックとなっています。価格も一番上の、オレンジのもので、約2000円、自分は青が好きだったのと、購入するときにこれだけなぜか 5% オフのクーポンが出ていたのでこれにしました。ですのでこだわりがなければ一番上のもので問題ないんじゃないかなと思っています。で、こちらの、ボタンで切り替えていきます。こちらの左側のグレーのものが純正のゲームキューブメモリーカードとなっております。サイズ感はこっちの方が大きくなっております。裏面はこんな感じです。ちょっと錆びてしまってるんですけども、
の部分はこっちの方が短くなったんですね。こっちがポケモンコロシアムについてくるクリアブラックのもので、一応中身が見えるのでね、はい、ちょっとここの中身の、基板も違うようですね。はい、ちょっと直撮りで申し訳ないんですけども、ゲームの方、実機に挿入していきました。はい、こちらまだ最初なんで認識してないですね。スロット A のメモリーカードは初期化が必要ですと書かれてますので、初期化しましょう。はい、大丈夫です。はい、初期化しました。すると、はい、ちゃんと2043、認識してますね。スロット B に、通常のメモリーカードを挿しました。ちゃんとコピーできるのか確認します。はい、問題ないですね。問題なくコピーできています。はい、書き込みに制限があるとかもなく、はい、しっかりとコピーもできました。削除も問題ないですね。切り替えの方ですね、どうなるのか確認していきたいと思います。はい、今押した瞬間にこのように画面が切り替わりました。これも初期化します。あ、ですね、これどうなるんでしょうね。もうさっきの領域のものがどうなるのか、それも確認しますね。はい、初期化が完了しました。これも大丈夫ですね。しっかりとコピーされています。はい、じゃあもう一個、4分割なので3分割目に、したいと思います。はい、切り替わりました。はい、これも初期化していきます。じゃあ次4分割目ですね。はい、これも初期化で、じゃあ先ほど、4分割目なんで、おそらく次ボタンを押したら、1分割目になると思います。初期化されてこれが消えてるのかも確認したいと思います。はい、あ、消えてないですね。ちゃんとその領域内のを削除して初期化されてるといったようになっております。はい、これが刺さってる状態なんですけども、ボタンを押すと、ありますかね、このランプの場所が変わってるんですよね。一応光る場所が4つあって、まあ、どの領域にあるよっていうのが一応分かりやすくはなっています。はい、では、ちゃんと読み込みができるのかも確認していきたいと思います。はい、ゲームが始まりました。じゃあスタートボタンを押して、あ、ちゃんとありますね。しっかりとデータのロードができました。はい、いかがだったでしょうか。思ったよりも、普通に使うことができました。領域の切り替えもボタンワンタッチで切り替わるので、まあ、通常のメモリーカードの抜き差しよりかは、楽にできそうです。といっても一つの領域に、2043ブロックありますので、まあ、正直そんな使い分けることもないのかなと思います。あとは、耐久性ですね。純正のやつは後ろの鉄の部分が錆びても20年経っても使えてます。それに比べるとどうしても劣るんでしょうけども、例えば明日になったら使えなくなってるとか、半年で使えなくなってるとか、そういったレビューもちらほらありましたので、耐久性の方、しっかり見ていきたいなと思います。
動画の方、以上になりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。